気圧の変化でね、耳が変になりましたよ。唾を飲み込んでゴクリとしたらね、耳のあのツーンっていうのがなくなりまして、標高が上がってきてる証拠ですね、これ。しかし私この山の雰囲気ね、昼間のこの明るい時間帯の山の雰囲気は好きですよ。しかしこれ夜お風呂からの帰りしなが怖いですね、これ夜の道がね。まだ下がねアスファルトなんで問題なさそうですけども、この辺りまではね。しかし両サイドは結構落ち葉がありますね。また車が止まってますね。そしてあそこ座ってピクニックみたいな感じになってるってことですか。うわすごい岩だこりゃ。なんだこりゃ、廃屋だ。うわなんだこれは、小屋がありますね。なぜかこれ水道管が切断されてるようですけども、な何か民家があったんでしょうかね。あやはり何か取られてますね、山菜のようなものね。さあもうキャンプ場到着手前3分のところですね。あすごいですよ。ちょっとこの枯れ木がね邪魔してますけども、その奥にねすごい景色がね、いい展望ですよ。ここ結構標高上がってきましたね。やはり香川県のね街並みがね見えてるんですけども、カメラではちょっとね分かりにくいでしょうかね。もうあと1分550メートルですね、キャンプ場まで。もっと何やら山菜採りでしょうかね。あやはり何かを積んでらっしゃいますね。山の恵みが、あもうこの辺ですよ、キャンプ場左手、あれあここで、あトイレがありますね、左側。うわすごい車だ。うわいっぱいだこりゃ。あバイクも止まってる。ここにトイレがあって、あテントいっぱい張ってますね。ちょっと一旦止めて歩いて見に行きましょうか。香川県キャンプ場、あ炊事場があるじゃないですか、そこ到着しました。現在時刻14時28分ですね。今私ねこちら、これなんて読むんでしょうかね、大浅山キャンプ場でよろしいんでしょうかね。間違ってたら申し訳ございません。香川県はこれ善通寺市でしょうか。到着いたしました。現在ね楽天モバイルがかろうじて1本ね電波立ってる状況ですけども、あ au は2本立ってますね。あ1本になった、2本になった、微妙ですね。さあこちらはあれ水肥場ではないんでしょうか。あ水道がないんでしょうかね。水道は見当たりませんね。あテーブルと椅子はありますけども、あこんな感じになってるんですね。このここの広場だけでしょうかね。ここにしますか。ここしかないですよね。もうこっちはなんだ、有岡古墳群、古墳だ、あすごい古墳だこれ。わすごい、こちらね有岡古墳群ということでね、こんな感じで古墳がありますね。これそうなんですね、すごいですねこれ。ちょっとテント張ってからあの展望台行ってみましょうかね。まずテント張りますか。そういえばここ水道がないようですね。あ駐車場からすぐこっちにテント行けるっていうことなんです。トイレの水があるってなんか書いてたような気がするけど、まずはテント張っちゃいますかね。さあトイレもちょっと見ておきましょうかね。水は出るんでしょうかね。あ水出るやん、すごい桜がね舞い散ってますね。あ花びらが綺麗ですね。暑い、昼間はやっぱ暑いですね、テント張るときは。夜は寒くなるんでしょうけどね、おそらく。さあ現在時刻夕方4時10分ですね。ここからね25分ぐらいのところにお風呂があるんですけども、ちょっと遠いですけどもね、お風呂にね行きたいと思います。あ展望台登るの忘れてた、しまったな。明日の朝一登るか。帰ってきた頃にはもう真っ暗になってるでしょうからね。夜景が見えるといいですけどもね。あーいい眺めだ。おっと陸上自衛隊だ、かっこいいですね。乗ってみたいですねあれ。いや香川県もなんとなくねゆったりのどかな雰囲気ですね。香川県いいですね。これか、到着しましたね。あれ
これのようですね。結構車多いですね。到着。さあ現在時刻16時37分ですね。今私ね、こちら香川県は丸亀市ですね、天然温泉アクア到着いたしました。あれあれプール、あれ間違えて僕スイミングスクールの方に行っちゃいましたけど、温泉はこっちかな。あ、こっちですね。間違えてましたね僕。こっちだ、こっちですね。どこですか。上のようですね。ここか。フロア3階のようですね。まだ明るいな。こりゃいい。おいっと。いい湯でした。アクア天然温泉アクアふへ SRDSR。 このカバーはね、もしもね急に通り雨とかが来た時にこの電源を守るためにね、プラスチックのケースなんですけど、これセリアで売ってたやつをね、裏にマジックテープをつけてね、ここでペタッと取れないんですよ。これ雨が降ってきた時もね、これでカバーしようかなと思って、鍵穴もカバーできるんでね、なかなかアイディアでしょ。 GoPro のステッカーとかは関係ないですけど、生の本当の生の運転ですけれども、さあ行きますか。キャンプ場向かってね、こちら今ね香川県は何市でしたっけね、これキャンプ場の近くのお風呂に今来てたんです。アクアっていうところなんですけどもね、さあこれは映像が映ってることを願うばかりですけれども、さあ行きますよ。ほいっと。あ、これシールド閉めると当たるのか。閉まった。シールドを閉めるとシールドが閉めれない。閉まった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 。これ画角はどうだ。これぐらいか。ちょっと一旦コンビニタンマン、ちょっと一旦タンマン。シールドが閉めれない。皆さんね、ちょっと皆さんのコメントが見えてない状況なんで申し訳ございません。ちょっとシールドを閉めますね。シールドを閉めるために一旦下向けて、こうだ。これぐらいかな。ちょっとこの感覚でいきます。これでさあレッツラゴー。まだこの辺はね街中なんでいいんですけどもね、山道を結構登っていくんですよ。あとキャンプ場まで23分ということでね、すっかり真っ暗ですよ。7時39分現在時刻。私本日ね岡山県からこう瀬戸大橋を渡りまして香川県に入ったわけですけども、ちょっとこれ iPhone が落ちないかどうかちょっと心配ですね。これあんまり振動を与えたくないですね。ゆっくり行きますか。さあ今ねキャンプ場にね到着しました。今ちょっとね初めての試みでね生放送しながらねこっち来てたんですけども、こんな感じでね、今日は土曜日なんでね人がいてるんでね安心ですね。あ、しまった。あ、やっぱり隣のキャンプしてた人は帰ってるみたいですね。あ、星が見えますね。僕のねテントはここですね。さあ無事に無事に、ね、来ましたよ。おいっと、おいっと、ふう、到着でございます。さあちょっと遅くなりましたけどもね、晩ご飯の準備、晩ご飯食べましょうか。お腹ペコペコですよ。随分遅くなりましたね。8時半回ってますね。今日はね視聴者さんにいただいたカレー飯食べましょうかね。ね、こちらいただいたビール飲みましょうかね。もうあ、これあれじゃないですか、生のやつじゃないですか。これねずっといただいたお水と、とりあえず開けますか。おおすごい。うわマジか。そんなバカな、そんなバカな。びっくりした、びっくりした。あびっくりした。そんなに出るとはびっくりしましたけどもね。生ジョッキ缶ですねこれ。ああカレー飯ビーフ。あ、こんな感じだったんですね。わすごいですね。カレーのすごいもう香りがしてますよ。またお湯注ぐだけですねこれ。ちょっといただいた丼麺も食べちゃいましょうかね。ちょっとカレー飯だけでは
足りないかもしれないよね。出来上がりまでにね、アーモンドいただいたので、アーモンド食べましょうか。クジさん、ありがとうございます。うん、美味しいですね。さあ、これね、今日も土曜日なんでね、いただいたやつ、これ開けちゃいましょうか。こっちは大丈夫か。いただきます。うぅ、いただきます。うまい。こんなカレー飯、もうすごいな。これはね、混ぜ混ぜするといいらしいんですけどもね。あ、いい感じにできてきましたね。ビーフも入ってますね。うまそうですね。いただきます。うん、美味しいですね。うん、うまい。あ、これ全部いただき物ですね。今日私いただき物でできておりますね。いや、土曜日のね、キャンプ場のこの賑やかな雰囲気いいですね。もう熊の心配がないからね、安心して飲めますね、お酒が。もう酔っ払ってきましたよ、僕。このね、キャンプ場のキャンプした雰囲気いいですね。賑やかな方がいいですね。一人で暗闇の山奥、感するは怖いですからね、やっぱり。周りに人がいるとね、安心しますね。酔っ払ってきましたね。酔っ払ってきましたよ。次はね、もう、これまたね、いただいた差し入れのね、ポテトを食べながらね、これもいただいたお酒をね、ちびちびと飲んでくつろぎたいと思いますよ。気持ちよくなってきましたね。